そしていよいよサタお待ちかねの試乗タイム。さあエンジン始動、行きましょう。おい、はい、来ましたよ。これ増田さん来ました、来ました。お、涼しい風も出てますよ。これクラッチももう大丈夫です。はい、一足入れました。はい、入れました。よろしいですか。大丈夫ですか。サイド下ろしました。下ろしました。行きましょう。はい、大丈夫。これウィンカーつけ、あ、あれもうマフラーがガリガリって言いましたけど、マスターこれ大丈夫ですか。これ大丈夫じゃないじゃない。出発しましょう。低すぎだろ。車高低すぎだから。でもあそこないかな。うわ、これ最高や。何どう、パーセどう。これいや全然軽い。へえ、うわこれ渋、はあ、いや全然運転しやすいわ本当。うん、全然もう何の問題もないです。ただこのちょっとシャコタンっていうのはねでも全然運転しやすい。ハンドルむちゃくちゃ軽い。クラッチも軽いし、ブレーキも効く。ブレーキも全然効きますよ。ちんたらせんといけよ。すまん撮ってんだよお前いろいろ。俺撮ってんの。撮ってるよ。ほら撮ってんだけど、だいぶ快適快適。いやご機嫌ですよ、ね、これ音もさ逆に言うとこんな、うん、あんまりすげえうるさくないからさ、うん、これぐらいちょうどいい、ね、うん、都内乗ってても全然、うん、おしゃれな感じだよね。おしゃれ、うん、シャレオツ。そして信号待ちの間にまさか何かを発見。あ、でも取ったばっかだもんね車検も、うん、2年あるし。うわすげえ。うわ俺の誕生日に取ってあるやん。そうそう。あ、運命な。9月13日すごいな。来た運命的な。うわすごいなこれ。俺の誕生日だったね。それはなかなかないね。ブタケツとの運命をひしひしと感じながら快適な試乗は進む。いやいいね。いやいい、快適。これがだって40年前の車って誰が思うって感じですよ。今乗ってて俺運転しててマジで。どうですか、ミッションのつながりは。いやもういいですね。軽いですね。軽いですか。ええ、あ、普通はね、こうストローク長いんですよ、うん、旧車。つなぎやすいですね。今2速でしょ。2速3速。これは3速。つなぎやすいですねこれは。スムーズに運転できて、これスムーズ。俺まだね3速までしか上げてないですよ早く5速まで行きたいなるほどね、はい、でもマニュアル運転するのってどのぐらいぶり。もう15年ぶりぐらいじゃないですか。見るね、やっぱみんな見るね。見るよ見るよ、うん、そうこのね旧車の場合この優越感があるよね、うん、こう横に来られても、そう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 、何これみたいな、うん、やっぱ混んでますね。そうですね、今日はほとんど休日と一緒ですから。そっか、土曜日か。土曜日ですか。サタデー、サタデーや。そうです、サタデー。俺の日や。サタデーですね。サタデーや。サタデーですよ。もう今だってここにさ、なんかコンソールみたいなのがあってこうさ、もう運転席と助手席がこうそんな近くないじゃない。でもこれ、こういう旧車ってなんかこう、なんていうの、こう密着感もちょっとあるよね。そう、だから横の女の子の人すごいおっぱいされるそうそうそう、まあそんなに運転中触らないけどね。だってこれでもしキャブ車とかだったら、冬になったらエンジン関わり悪かったり、常に問題があるからね、どうアクセルの突きとか全然今ついてきてますね。何のあれもない。いやもうね旧車なんかだと踏んでもなかなか加速しないけど、ほんと昔ついてこないですか、うん、なおかつ上だけなの回るのが。でもこの車をもし購入したらなんか運転して移動するのが楽しくなるね、はい、いや多分楽しいと思いますね。今までだったらさちょっと車でもまあとりあえずただ運転だけど目的地までが楽しくなるじゃない、うんうんうん、街中ではほぼ文句なしの出来であることを確認し、続いて高速クルージングへ。じゃあうまくこの高速のハンドリングと、はい、アクセルの突きとあと乗り心地と、はい、このブタケツの自分なりに感じた良さをちょっと教えてくださいね。無理ですそのね、ただ単純に本当車好きの子供みたいな顔になってるから今、うん、4速はい4速はい4速でさあ、はい、来ましたよ。来ました。さあ、5速に入れるときが来ましたよ。はい、来た5速初5速初5速初5速不満と。どう初5速でございます。どう、なんか振動とか。いや、全然全く
ぶれてるかもない、その。え、あ、もう手放し運転もできちゃうぐらい。手放し運転もできるぐらい。すごい。全然。そんなに怖さもないですし、うん、安定してる。なんか昔の車って結構さ、やっぱ、あるじゃん。ハンドル上ってくれないじゃないですか。ね、そんな一切ない。どうですか、助手席乗ってる方どうですか。いや、助手席、これもともと後ろが板羽なんですけど、あ、結構ね。気づきましたよ。気づきましたね。横から来たのに。今どう思ったやろ。ブタケツローに乗ってるやん。知らんし、絶対に。やっぱ見られますね。やっぱこう、横を通っていくやつがどんどん見てきますね。本当。さあ、もう5速入れた気分どうですか。いや、最高ですね。今俺5速に入れてますから。ね、じゃあもうバビュンと。バビュンと。さあ。よいしょい。かっこよかったかな、ね、かっこよかった。じゃあ車が多分かっこよかったから大丈夫ですよ。車が。いや俺もバビュン顔作ってたから。顔作った。抜ける時。ああ。自分がイメージしてたブタケツとどうリンクしてる感じ。いやでも俺もっと、うん、もっと急車やと思ってました。なんかもっと不具合がありそうなとか。うん、どうこの100キロあたり80キロ。いや素敵。80キロぐらいだな。いやいいね。何だ？あれだ。ちょっと聞こえづらいけど。うん、あ、これ大丈夫ですか？これ頭こう。大丈夫や。ね、大丈夫や。5センチですよ。大丈夫や。でもまあ確かにね、全く不快感がない。ないですよね。でクラッチも軽い、アクセルの付きもいい、はい、エアコンも効く、ギアも入りやすい、はい、音が少ない。少ない。言うことなしやね。言うことなし。あと値段。値段。うん。まあ希少価値ありますからね、この車。ね。うん。このマニュアルの良さをやっぱみんなに伝えたいんだよね。そうですね。やっぱこう。最近マニュアル車少ないじゃないですか。うん、車を運転するっていうことも楽しんでもらいたいですよね。車乗ってる人にはね。なんかこう足立ちじゃなくてこう自分のね、なんやろね、こう体の一部と思ってね、可愛がってほしいですね。これだったらなんか愛着湧きそうだね。これは湧きますね。うん。ファッキュめちゃめちゃ笑顔やん。いや快適ですよ。でも残念ながら次のインターで降りるんで、この高速の旅は残りわずかとなりましたよ。わずか残りわずかとなりましたよ。残りわずかって今こうやって揺れたんだよ。いや揺れて構わんやん。残りわずかですね。そしてまだまだ興奮冷めやらぬ沙汰が料金所でも悪乗り。すいません、これ俺の車なんですよ。どうすか。何か絡んでんの。渋いじゃん。渋いじゃん。渋いじゃん。これ40年前の車なんです。はい、知ってます。ブタケツローレル、バリシムでしょ。俺の車。大事そこ。ここ大事。なんかブタケツのミーティングとかあったら行ってみたいね。オフ会行きたいですね。ね。ブタケツローレルオフ会。ああいいね。じゃあね、これをご覧のブタケツローレル乗ってる人、ね、はがきちょうだい。うん。あとでサタの電話番号教えるので、ぜひサタに電話してくれれば。いや電話いっぱい買ってくれ。関係ないやつまで買ってどうぞ。あそうだね。さあ試乗終わりまして。はい、いやもうなんやろね。なんやろね。いやもうあの僕の想像が、あのここやってるでしょ、うん、ね、うん、車へ、うん、今、うん、ここです。なるほど、なかなか分かりづらいんで、分かりづらかった。点数で言ってもらいましょうか。だからまずじゃあこの車試乗しました、はい、叩くなってポンポン。何がポンポン叩くなって。試乗しました。はい、何点。100点満点中ですか、80点満点中ですか。まあなかなかね、まず80点満点中という付き方が分かんないんですけども。分かりました、じゃあ80点満点。はい、80点満点中で100点。80点満点中100点。なるほど、これぐらいとしたら、これぐらい。なるほどね。さあ、はい、この車、はい、どうします。いや買うよ。買うの。買う。これ買うよ。ブタケツ買うんですか。本当にカメラ回ってんのやろ。回ってますよ。買うよ。バカ野郎。聞きました。あのね、男が一括車試乗させてもらって、はい、買わんわけねいかんでしょ。いやいやいや、まだ
実はこれ、値段とか聞いてないですから。え知らんそれは知らんびっくりしてたら僕、買わないって言うかもしれない。えびっくりしてたら買わないって言う。男を見せてくださいよ。いや、それは僕のできる精一杯します。精一杯ね。はい、大人の話はちょっと、中で社長が待ってますので。社長が待ってる。はい。あと、買ったかどうかは、はい、後でのお楽しみということで。わかりました。はい。行きましょう。じゃあ、社長の方に。社長の方に行きましょう。僕はついていかなくてもいいですか？ついてきて。いや、とりあえず中に社長いますんで頑張ってください。この後大人の交渉で見事愛する豚ケツを手に入れたサタ、これからどんどんカスタムしていくからお楽しみに。